おそらく今回8話目になると思います、はい、7話目からの続きになります。よろしくお願いします。はい、聞き手がヒクソン戦の2ヶ月前にインタビューした時にすごく明るく見えたんですけど、あの時は張り詰めたものを表に出さないように努めてたんですかと聞き手が聞きました。高田さんが、それをその時にどういうことを言ったのか今言葉を覚えてないし、どういう雰囲気だったのか雑誌を見てみなければ思い出せないけど、もともと明るいからね俺は、ただ明るさと緊張感っていうのは別問題だから、深層心理の中はどういう状態かっていうのはわからないからね。で聞き手が、とにかくもう時間もなさそうなので最後に聞きますが、高田さんは今までのプロレス人生で決定的な恥をかいたことってないと思うんです。だからこそ恥をかきたくないという気持ちが大きくなって、あの日は高田さん本来の持ち味を封じてしまったということはないですか。高田さんが、己が好き好んで挑んだことには結果が白と出ようが黒と出ようが最後には気持ちの帳尻が合うようにできているんだよ、自分の失敗を恥と解釈してたら何もできないでしょ、だから今度の 10.11 も恥をかきに行くんじゃないよ、白か黒かをつけに行くんだよ、持ち味が消えたかどうかその中から確認してください。で聞き手が、とにかくあの敗戦を経て、むき身の高田信彦が見れることを期待しますよ、じゃあ応援してくれたファンに対してでもいいですし、罵った連中にでもいいし、プロレス界に対してでもいいし、ヒクソンに対してでもいいし、最後に言っておきたいことをむき身の部分でお願いします。そうすると高田さんが、はい、自分を応援してくれる人のためにも高田道場として10月11日のヒクソン戦頑張ります、365分の1、まさにこの日しか東京ドームは空いていなかったようです。これを運命と言わずにどう解釈したらいいのか分かりません。 10.11、はい、1年後の 10.11 が空いていた、この日しか空いてなかった、そうですね、ほう、うん、時も場所も同じ、日本人として初めての2度目のヒクソン戦のチャンスを得たものとして、その日を楽しいゲームのつもりで臨みたいと思っています、これごめんなさいちょっとだけ、はい、まあ、プライド時代から12月31日大晦日って、会場、埼玉スーパーアリーナ押さえてるじゃないですか、で、あれ優先的に12月31日ってこう毎年抑えられるんですよね、だからその主催者側が次の大会も優先的に抑えられると僕は聞いてるんですけど、で今回高田のも、あ、違う、高田ヒクソン戦っていうのは1回目の大会が10月11日に、そういう会場を抑えて大会を行ったと、で2回目、まあ、再選あるかどうかって分からない状態で再選が決まったと、でたまたま東京ドーム10月11日、会場が空いてた、その日しか空いてなかったってことですね、そこを抑えろということで抑えて、だから2年連続10月11日、だからこれはまあ、まあ本当か嘘か分かりませんけど、すごいですね、すごいですね、運命ですね、まあ本当か嘘かってごめんなさい、これ本当ですよねいや本当だと思います、ちょっと僕失言しました、今本当か嘘かって高田さんがおっしゃってるんですから、本当ですね、だからすごい確率だった、長州力はどうも抑えろって言いましたけど、ね、高田さんはどうも抑えてみたいな感じで言ったんですかね、言ってないですよねはい、で聞き手が最後にじゃあ何ですかもういやお疲れなの十分分かってます、いやいやそんなことはないです、はい、あのキレがなくなっていきそうですか、はい、じゃあ頑張りましょうか、もう少し、はい、ちょっと巻き戻しますね、話のつながりとして、日本人として初めての2度目のヒクソン戦のチャンスを得たものとして、その日を楽しいゲームのつもりで臨みたいと思ってます。聞き手がゲームですかと聞くと高田さんが、いやそのゲームっていうのはさっきの特攻隊に比べればっていう意味と、そのくらいのつもりで自然体で、挑むという意味でね、とにかく自分を応援してくれる人のために、そして自分の17年間の確認のために頑張ります、1998年2月13日東京プリンスホテルにて収録と、でこの後にちょっとインタビュー後期があるんですが、以上が高田信彦独占インタビュー、括弧20分予定実質32分の全容である、その日の高田は寝不足で、こちらは時間不足だった、
まだまだ聞きたいことは山ほどある、うん、いや聞きたいというより話したいと言った方がいいかもしれない。一つの問いに対して一つの答えをするという形式ではなく、うん、双方向での会話をしたいのである、うん、しかしその時間を取るには現在の高田の脳みそと肉体は多忙すぎるらしい会話ちょっと、はい、神室さん遊んでます。どこですか高田の脳みそと肉体は多忙すぎるらしいっていうのは遊んでますかね。遊んでませんか。遊んでないと思いますね。遊んでないですか、はい、会話、うん、プロレスファンもまた高田への一問一答ではなく、うん、あるいは高田からの一方的なメッセージではなく会話を望んでいるはずなのだ、うん、しかし励まし罵詈雑言とファンの声が様々なように、うん、マスコミやファンに対してどういうスタンスを取ろうともそれは高田の自由である、うん、だから今年の 10.11 に再選が決まった以上高田信彦が樹海から抜け出れるのかあるいはもう抜け出てるのか、うん、元気が売り物の本氏はそれを確認するために、うん、高田信彦との会話の機会をこれからも追うことにしようと思う、うん、こんなところでどうですかという締めですね、うん、はい、遊んでますね遊んでますね、はい、うんうん、これで高田信彦さん引く存戦後の、初のインタビューが、うんうん、終了ということになります。これ本当、うん、食事しながらですか。食事しながらですね。食事しながら、実質32分のインタビューで、はい、よくこんだけ紙面取りましたね。ほぼほぼノーカットでいってると思いますね。ほぼほぼ36歳ですか高田信彦さん。若いですよね。若いですね。高田さんが寝不足でっていうのは、うん、当日なんか寝不足だったようですね。ああそうなんですか、はい、で時間、うん、こちらは時間不足だった、うん、まあ確かにあれですよね、まあ、32分間の時間で、まあ、こんだけ書き上げればもうすごく大したもんですけど、はい、本当はまあじっくり1時間とか2時間とかそうですね、うん、時間は、うんうん、ゆっくりその時間を取って話は聞きたかったんですけど、うん、はいはい、まあこれはね、もう高田さん側に立つとね、もう喋りたくないですよ、うん、僕は。まあそうでしょうね。もう一切喋りたくないんで、うんうんうん、でも32分、15分から20分、20分から25分って30、うん、結局32分喋っていただ、うん、いただいたわけですから、はい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 、まあここは、よしとするべき、ね、そうですね。最初ですとまあ予定は15分でしたから15分もう帰ってください15分高田さん今日はどれぐらい時間ありますか15分15分というところから実質32分まで行きましたからね、うんうんうん、まあでもこの号でやはり高田さんのこの生の声が、うん、聞けないとなると雑誌としてはもう全然成り立たないぐらいの話なので、うん、確かにそうですね。ここはインタビューを取ることに必死になってたと思いますね。でもまあこの表紙は、うん、まあ表紙のことはどっかで触れてますけど、はい、高田さんでも良かったですよね。そうですね。だからこの、まあインタビューカット見てもらえれば分かるんですけど、うんうん、その表紙用の撮影はしてないので、うんうん、まあ、急遽撮れたインタビューでしたので、これ別に表紙用の撮影しなくてもいいんじゃないですか。これはね、月刊誌というか、まあ当時まだ月刊じゃなかったかな、2ヶ月に一遍だったかな、うん、紙プロが出てたの、うんうんうん、で週刊誌は起こった事件を表紙にすればいいと思うんですよ、うん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 、リング上のこと、うん、紙プロは各月刊とか、うん、ちょっと長いスパン本屋に置かれるスタイルなので、うんうんうん、一応このスタジオ撮影を基盤にしてます、ね、ははは、ファーストコンタクトっていうか 見た目を、はい、表紙の見た目っていう意味で、はい、こういうのはダメなんですか。こういうそれだと文字が乗っからないですよね。あ、そうなんですか。なるほどね。なんかちょっとそのあたり僕も理解は分かる、苦しむんですけど。あ、そうですか。うん、なんか単純に写真載っけてダメなのっていうふうに、うん、まあダメではないとは思いますけどね、うんうん、これはじゃあ咲くのはスタジオしたそれスタジオ撮影してますね。でこれ佐久のインタビューあります。あ、乗っかってますよ。あ、戦闘スマイル本当だ。なるほど。佐久のは結構長いんですかね。インタビューですか。長くなさそうだな。あーはははこれがあれだ。UFC ジャパンですね。
作本ってあったじゃないですか、はい、あれって紙プロですか。そうですね、はい、紙プロから出してますね。これですか。こんな写真じゃなかったでしたっけ。いや、あれはイラストです。あれイラストですか、はい、これを元にしてますかね。かな、うん、なんかこんなイメージですね、うん、そうですね、うん、構図的には似てます、うんうんうん、ゴキタ画伯に書いて。わかりました。じゃあ次回は、今回高田さんのは終わりまして、はい、次回は作ですかね。とヒカルド・モラエスがありますよ。ヒカルド・モラエス、うん、ヒカルド・モラエスインタビュー面白いですか。あんまり惹かれないですけど、もしどうですかが急遽取りやめになったんですよ、うんうん、なんですかそれ。グロム・ザ・ザに負けた。なるほど。あ、ヒカルド・インタビュー予定してたんですけれども、うん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 、モラエスがですね、うん、ドタキャンしやがってです、ね、負けたからインタビューなんか受けたくないと。こっちですね、はいはいはい、っていう点末が、ね、なるほど。最初この人モラエスインタビューが決まってて、はいはい、試合で負けたからインタビューを拒否したと、うん、そうですそうです。その顛末が何ページかにわたって。ああなるほど。あ、じゃあここはまあちょっとちらっと小ネタとしてはありかもしれないですね。小ネタとしてお話を伺えたらと思います、はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。